そわくまです。よろしくお願いします。今回なんですけども、今回も芸能人のヘアスタイルをカットしていきたいなと思うんですけども、前回吉岡里帆さんをウィッグを使ってカットさせてもらったんで、吉岡里帆さんってことで、しりとり形式で、ほから始まる女性芸能人の方をカットしていきたいなと思います。ほから始まる方で、可愛い髪型してるなと思う方が、本田翼さんが素敵な髪型をしているので、それを着て、どこが可愛いかを最後に解説していきたいと思います。では、
というわけでこんな感じなんですけども、あの本田翼さんのヘアスタイルの可愛いポイント、可愛いポイントは、あの本田翼さんは結構ウルフベースでカットしてあるんですけども、ウルフベースって大体ここがこうキュッとこう絞れてる感じなんですよね。ここでこうひし形がまずこう作られてるっていうのがわかるかなと思うんですけども、ここでひし形が作られて、ここでひし形がこう作られてって、ここでこうひし形が作られてって、ここがこうキュッとこうくびれて跳ねるみたいな、これがなんかウルフの特徴なんですけども、このまず跳ねが多分すごい可愛いっていうのと、ここにポイントがあるっていうのが可愛いですよね、本田翼さんのポイントだと。そうするとここでこうひし形っぽくなるので、結構頭の形もよく見えますし、あのお顔の形もすごいよく見えるので、ここでちょっとこうくびれさせて、ここにこう重みというかポイントを持ってくるっていうのが、あの本田翼さんの可愛いヘアスタイルのポイントで、あとはなんか今結構最近結構多いのが、結構やっぱウルフスタイルやっぱ多くて、こういう羽のポイントも可愛いんですけども、このここのくびれ感と、ここの前髪の部分ですかね、前髪が結構本田翼さんって結構薄いんですよ。ちょっと今っぽい感じの、ちょっとこうシースルっぽい感じで、ちょっとこうおでこを透けてるみたいな感じの前髪が、今っぽくて可愛いかなって感じがするんで、ウルフベースでカットするのも可愛いですし、シースルーバンクだけを真似してやってあげるのも可愛いかなと思うので、あのぜひ参考にやってみてください。はい、というわけで今日は本田翼さんのヘアスタイルをカットしてちょっとだけ解説したんですけども、あの真似できるところは真似してあげて、あのやってあげると、あの今っぽくて可愛いスタイルが自分でもできるかなと思うので、ぜひ参考にしてやってみてください。この動画面白かったなとか参考になったなと思う方は、ぜひチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。